ただいま戻りました。で、まあ年金の話なんですけど、うん、今回は8台来たんかな、うん、はい。まあ、あの計入れてないんでまだ現段階で、うん、あの普通の自動車税が8台分来て、はい、うん、まあ内訳を言いますと、所有していた車、うん、ミニバンではアルファード、うん、エスクワイア、うん、セダンでは、うん、プリウスとカムリスね。でプリウスはあの30系の中古車なんで、うん、まああれなんですけど、カムリは現行型ですね、はい、現行型、今は現行型じゃないけど一部改良前、うん、で、SUV はハリアーと、まあ、新型のハリアーですねとヤリスクロス、うん、でコンパクトカー、うん、ヤリスと3つ、まあ、こういう内訳で、まあ、2台ずつっていう感じだったんですけど、うん、まあね、鬼のように高いよねやっぱり、うん、あれ排気量によって決まるっていうんやけど、うん、ねえと言ってもって感じ。あれカムリが一番安かったよね、ハイブリッドで、うん、で、カムリが1万1000円やったんか。安いな、うん、あやっぱりハイブリッドってお得やねって思うんやけど、でもプリウスは高かったんですよ。あの3万円台だったんちゃうかな、はっきり覚えてないんやけど、あのね確かねハイブリッドの割引っていうか、うん、自動車税の何割免除っていうの、うん、っていうのがあるんで1年目だけやった気がする、新車登録の。あだからそれ以降は多分普通にかかっちゃうんちゃうかな、間違ってたらごめんなさいやねんけど、多分なんかそんなこと言ってた気がする、うんうん、で問題はあの自動車税の特徴なんですけど、うん、10年年式超えたら、うん、10年か13年かどっちか忘れたら、どっちかが13年やったけど、まあ思い出せないからいいや、ある一定期間を過ぎると、うん、あるパーセンテージで値上がりするんですよ、だから長く持ってる人にとっては不利な状態に実は自動車税ってなってます。何か環境なんだなかんだらとかそういうのもあるんか、うん、前の企画やからね、だからうちの場合やったら、うん、その値上げされた状態で請求されてる車が多分プリウスとビッツなんですよ、うん、だからちょっと割高、うん、その一方でこう安い車、まあ同じような排気量やのに安い車っていうのもあったりします。で、いっちゃん高いのが、まあ、うちの場合やったらアルファードです。まあ 2.5 リッターなんで結構高いんですよ。4万3500円やったかな、ごっついな、なんかそんなんで、まあまあ高えなと。だから一番安いのがカムリで1万1000円やから、もう差がね3万なんぼでも車1台分の自動車税ぐらいの差があるんですよ。で、まあ8台分の総額が25万というところですね。だからもうめちゃくちゃ高い。でもまあレンタカーを本業にしてる人に比べると圧倒的に安いのは分かってるんですよ、うん、整備士入れてもうそれこそね20台とかいうレベルで、あの保有されてる事業者さんから見ると、まあ、ちょっと25万なんよ、って感じなんやろうけれども、うん、まあなんていうかね、本来っていうかレンタカー事業って趣味で始めたじゃん、うん、だからうわ高っって思うよね、うんうん、まだ1年は経ってないですけどね、そのレンタカーの方はね、うん、まだ1年経ってないけれど、まあそこそこにね、あのリピートしていただけるっていうパターンが増えてきたりしてるからね、うん、今後はそのまあユーザー の, あの方々のそのなんだろう、まあ思考っていうか、うん、こういうのが乗りやすいっていう風なやっぱり示してくれるんで、でそれに合わせていろいろと車揃えていったり、そうやね、うん、ユーザーの結構新規獲得っていうのが、うん、あの緊急事態宣言が1回抜けた時に、うん、結構獲得できたんよね。できましたね、うん、だからそこでこの車いいわ
わって言ってくれる人っていうのが本当にまちまちなんよね。例えばそのヤリス乗って、うん、この車は安いのにめちゃめちゃ衛生のあるやんとか、めちゃめちゃ乗り心地ええやんとか、うん、まあ、ヤリスやったらうちのところ24時間でね、あの保険別で3960円で出してるから、うん、結構レンタカー事業者の方がこれ聞かれてびっくりすると思うんですけど、新車ですよ、うん、それでどうやって利益出すんと思ってはる方いらっしゃると思うんですけど、正直言いましょう、利益は出てません、ほぼほぼ。ただただ車が買うんが面白いからやってるってだけなんで怒られる怒られます。あと車用車やね、車用車が、うん、あ、片落ちになる寸前でこう売却をしようってなった時に、うん、でも今までやったらこう即乗り換えないと置いとく場所がないと、うん、いうような状態でなんか無駄に維持費がかかってしまうというような状態やったものを、うん、じゃあそこそこの値段で売れるようになるまで、うん、まあ、次の車の乗り換えの頭金とか、うん、それとか費用とか、そしてパッと出せるぐらいの額になるまでは、レンタカーで温存しとこうかなというのも実は魂胆としてはあります、はい、だから正直な話、新車仕入れって言って、うん、言ってる車っていうのは、うん、基本的にはコンパクトカーのみっていう感じだね。コンパクトカーってこう車用車で使わないとあかん時と使わんでいい時ってものすごいこうムラがあるよね。そうですね。例えばまあ別事業っていうの話しましたけど、うん、今年の、うん、あれ7月オープンやから上半期って言っていいか、うん、あの今年の上半期では全然必要なかったんですよ、コンパクトカーなんて。だけど下半期になったらコンパクトカー多分むっちゃいるんですよ。いますね。それはなんでかというと店舗がある立地っすね。店舗がむちゃくちゃ狭い場所にあるんですよね。一通だし。だからそういう風にしてこうアクセスのことを考えた時にめちゃめちゃコンパクトカーが必要なのかなと。意外と、田舎から出てきてっていうので大阪の勝手なイメージで道が広いとかね、やっぱあの御堂筋のイメージが強いんで、道がめっちゃ大きいみたいなイメージがあるんですが、大阪って意外とその住宅街とか、そういう大きな道をから1本入ったら1通が多いなって印象だし、あとは区画整理が行われていないところやったら、昔の企画なんで道幅が逆に狭いっていうところが意外と多いっていうのを気づかされまして、だから運転慣れてない人は特にコンパクトカーの方がなんかヒヤッとするようなちょっと三ナンバーだったらこう借りるようなそういう風な道が意外と多いんで、大阪のそのまあなんだろう、そう有名な、なんていうんだ、観光地とか、そういうふうなところではなくて、ちょっとこうマニアックなところで訪れるとか、ちょっと奥まったところに行くってなった時は、意外とコンパクトカーが、あと5ナンバーの車ですね。5ナンバーでも、エスクとかシエンタとかやったら、正味微妙っていうようなところあるから、そしたらもうコンパクトカーの方が一番、安全ちゃんでですね、コンパクトカーか軽、ただもう通られへん道はまあまあまずまずないと思うけど、大阪に限らずやと思うんですよこれって。多分東京もやねん、結構頻繁に東京に行くことがあるっていうか、まあね、育ちは大阪やけど本籍東京なんでね社長ね、だから結構東京に行くことが多いんやけど、なんていうかね、こう銀座とかでも、テレビに映ってるそのなんていうのかな、メインストリートっていうの、時計台があるところですよね、そうそう時計台がある場所っていうのはとか、あとそれに90度で交わってるあのアップルがある道っていうのは確かに 2,3 車線あってめちゃめちゃ広いんですよ、ただそれ以外の道で1本入ると、一方通行の嵐なんですよね、何丁目かわからんのす
けど、銀座もあんまり行ったことないっていうか行ってないんで一回ね接待とかで会食とかで行ったことあるぐらいで、うん、あとはもう本当にあんまり行かんっていうか、どっちかっていうと同じ銀座周辺でも有楽町側の方が好きなんで、うん、あの有楽町の JR の有楽町駅出てから銀座の方向いてあの左側の方っすね、うん、あのすき家橋交番がある方面に行くともうほんまに道狭いですよ、その中やっぱ銀座やね、あのアルファードやベルファイアいっぱいおんねで全部後ろにエグゼクティブラウンジって書いてある、うん、マジかよと思われね、まあ今度仲間入りしますけどね、うん、でもやっとそれで仲間入りやろ、うん、六本木とか行ったらもうやばいもんな、六本木ヒルズ会社ばっかり、うん、六本木ヒルズ一番みんな安い車って何やと思うって聞いた時に、うん、びっくりするよねあれ。なんか一回ちょっとホッとしたのはスバルが止まってた時にホッとしたあのプリウスアルファで行った時な、うん、あの六本木ヒルズの地下駐車場ってね一番安い車がアルファードのエグゼクティブなんですよね、うん、なんかもうロールスロイスとかもうバンバン止まっとるからすごいなと思うけど、でそういう人たちが5万とおるってことやもんね、あの一帯には、ね、それでやっと仲間入りかっていうようなもんやから、でまあ結構ヒルズ族ってよく言われたでしょ、うん、あの六本木ヒルズに入ってる人たちってヒルズ族、今あれネオヒルズ族って知ってる？知らないで、結局ヒルズ族とあんまり変わらないけど、うん、IT 系ビジネスで急成長を遂げた企業家やね、ネオヒルズ族って。へー、そのネオヒルズ族にみんななりたいんよ、あの企業家たちは、うん、だからいろいろとこう IT ビジネスっていうのを入れたり、例えばアプリ開発やったり、まあ、そういうのからね、実はこう背取り、まあ背取りと転売の違いって何なんて言われた時にすごい困るよね。そうですよね、背取りってまあ結局端的に言うと背取りって人のためになることなんですよね。どうしてもこれ欲しいと都会で思ってる人が、あ田舎の方にあるで、でもめっちゃ価値暴落してるでってなった時に、そこで買って届けてあげる代わりに若干割増しさせてねって、これが背取りなんですよね。うん、であの転売っていうのは基本的に他人に迷惑をかける行為やと思っていただいたらいいかなと思う。子供が欲しがってんのに転売をする人たちが全部買い占めちゃうから子供が買えないと、これが転売やと思ってもらったらいいかなと。で正味転売する人たちは悪みたいに言われてるけど、結局全てのこの小売店、まあ、セブンイレブンだってそうだし、ドン・キホーテだってそうだし、全て転売をしてるわけですよ。卸売業者から買ってで消費者に売ってるわけですから、結局転売なんですよね。だからみんな転売でビジネスをしてるわけですよ。でそれを人に迷惑をかける行為をする人物たちが転売やって言って叩かれてるだけなんで、実は背取りっていう風に考えた時に、本当の背取り、本当の意味での背取りっていうのは、こうネオヒルズ族になる価値があるんじゃないかなと思うんですよ。ただなんかね、嫌っていう人もおるんですよ。そのなんていうか、こうドン・キホーテに入っていって一個一個商品こうバーコードスキャンしてっていうのがネオヒルズ族っぽくないっていう、うん、っていう人もおるから、スマートにて、あのスマートになんかこうスマートっていうか、無駄なその泥臭いようなことをせずにスマートに一発でパンと行くっていうのを変にこう夢見がちやから、うん、それができたらみんな億万長者になってますよ、うん、っていうことですよね、うんうん、あのこの世の中って皆さん体感してると思うんですけど、むちゃくちゃ時代の移り変わり早いんですよ、うん、で転売でもそうですけど、最初の頃ってあっこまで叩かれなかったでしょ、うん、
で YouTuber でもそうだし、叩かれ始めるのってどうやって叩かれ始めるのっていうと、参画者が増えてからなんですよ。そうですね。メルカリだって最初の頃っていうのはめっちゃみんなこう子さんメンバーっていうのは対応良かったんですよ、うん、なんか最近ね、なんか勘違いしてるんで、値下げするんやったら買ったるわっていうような上から目線の人、そういう輩が増えたから、だから全体的に民度が低いって言われるんですよ。そうですね。でそれは時代の移り変わりなんですよ。で古参メンバーたちは何をするかっていうと、そので、出した利益でもう次のビジネスやるんですよ。だから常に時代の最先端を行くんですよ。でハウトゥー本を出版して、そのハウトゥー本見て、あ、これ儲かるんやって思った人たちが参画するときにはもうすでに血の海状態なんですよね。もう低価格競争、低価格競争ってなってるんですよ。だから正直言います、この世の中ビジネスで成功さすにはたった2つしかないです、方法は。1つ目が泥臭くちょびちょびとお金を稼ぐこと。でそれは例えば転売屋に対してたった何万円程度の利益出して楽しいですかみたいな叩きがあるんですけど、それは転売屋に対してはいいと思うけど、その物を作ってきた古参メンバーに対してそれをやると、もうなんか対象者が違うんですよ。もう最初の人たちっていうのは血の滲むような思いをしてどうやって利益を出せるかって言って考えてきてるんですよ。でそれで泥臭い努力をして利益を出し始めたと。これがまず一つ目なんですよ。もう一個は一攫千金する方法です。一攫千金する方法なんですが、ギャンブルとか投資はやめた方がいいっす。ギャンブルは絶対に儲からないし、あれはやってる側が儲かるんじゃなくて運営側が儲かるように絶対になってるんですよ。だからギャンブルは絶対に儲かりません。宝くじとかでみんな買ってるけれども、みんな夢を見て宝くじを買うことによってみずほ銀行がアホほど儲けてますから、だから宝くじは当たりません。当たったら、もし宝くじが当たったらもう明日交通事故で死んでもおかしないような確率ですからね。だからそう考えると、何が一攫千金できるんやろと。まあ投資はもってのほかですよね。投資はもう長期戦ですから。買った負けたっていうよりかは、あ、利益が出た、あ、ちょっと取られたっていうのを繰り返していって、いつの間にか大きな額をこう動かせるようになっていくものなんですよ、投資って。じゃあ一攫千金する方法、たった一つです。みんな絶対にやりたくない方法です。違法。たったこれだけ。まあ暴力団の方たちのしのぎっていうのが、違法なものが多いですよね。例えばその違法薬物っていうのもどうなんかな、今やってる人って結構多いんかな、暴力団。まださあ、じゃあその辺は私もよく分からんけど、ただ結構法律すれすれどころかもう完全にアウトっていうところを暴力団の人って攻めるんで、バレなきゃいいって感じなんですよね。だから詐欺でもそうでしょ、まあ詐欺だったら半グレとかがやってるんかな。ああ、やってるやろね。それはビジネスと言えるのかと、いうわけですが、じゃあこう言いましょう。儲ける方法としてあるのはコツコツ稼ぐか犯罪しかないということです。それをビジネスと呼ぶかどうかはその人次第ですね。捕まるリスクを犯してもそれをビジネスと呼ぶ人もおる。その辺はこう面白おかしくアニメ化されてますけどね、 YouTube でね。だからちょっと気になる人は調べてみてもいいと思うんですが、まあ違法のやつは警察も、まあ、その辺ばかじゃないからね、もうどん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 新しい情報を仕入れて取り締まり強化してますから。だから結局それもね、先駆者にならなあかんのよね。犯罪であったとしても、そのなんていうか、犯罪ですって完全にブラックな内容になってから、やった人は捕まるんよね。そうですね。グレーの間に儲けるんよね、頭いい人たちって。そうですね。で、
ブラックになりそうな時に、もうそこから洗う、足洗うから、うん、足つかんのよね、うん、やってた証拠は出てこうへんっていう、そう、うん、だから素人は正直そんな危ない橋渡ってて絶対捕まるから、うん、よく考えてやってくださいっていうか、もう犯罪に行っても染めない方がいいけどね、うん、それが一番よりも、うん、だから結局楽して稼ぐ方法はないですかっていう人って結構おるよね、うん、結構こう自分自身がこうビジネスをやって思うことよね、そういう風に思ってる人ってすごく多いという印象を受ける、うん、例えばもう一個のメインの方で、メインの事業の方でこう従業員を雇うとなった時にも、この人にできてるんやから自分にもできるわって思う人って多い気がするんですよ。今まで雇ってきた中で、まあ2人おったかな、自分もできるんじゃないかっていうことを言ってた人、まあスカさんだけに伝わるように言ったら S さんと P さんなんですけど、S さんに対して関しては別の動画で言ってる人やね、そう、うん、その人と、あとまあ動画には出てきてないですけど T O さんっていう人がいて、そういうね、やっぱ認識を持つ人って多いんですよ実際。起業してから1年半で法人化してるんで、まあまあ早い方やと思うんですよね法人化は、うん、だからそれ見て、ああこうやって成功できるんやって思う人って多分少なからずおるんかなと、うん、うん、ただ正直な話言うと、綺麗な方法、成功法でやってうまいこと軌道に乗せるのには5年ぐらいかかる思います大体、うん、多分ね今これ聞いてはる方9割ぐらいが起業するってなったら何かの真似をするんですよ、うんうん、それは大いに結構なんですよ。起業ってめちゃめちゃ自分はこれを売り出せるというような素晴らしいアイディアを持って起業される方もいらっしゃいますが、ものすごいごく少数の人です。それはもう本当に 0. 何パーセントとかいう人たちですね。で大方の人は何かの真似をするんですよ、うん、既存のものを真似をして、うん、それを改良していくんですよ、うん、で改良しきれんかった場合廃業するんですよ、うん、だから何か自分にとって得意なものを見つけて、うん、でそれに対してこうビジネスを広げていくと、うん、いうことをしないとダメだと思います、うんで仕事をする上で最も重要なことっていうのが一つだけあります。何ですか？仕事を趣味にすることです。あ、だそんなこと言うと仕事を趣味ってそんな綺麗事言ってって思われる方いらっしゃるんじゃないでしょうかと思うんですよ。うん、ビジネスね、うん、仕事を趣味にするってそんな綺麗事言ってそれができたら苦労せんわいう人だったら今仕事やったらどうです？多分合ってないっすよそれそう思わないですか？だっていろんなビジネスこれをやればどうやろうこれをやればどうやろう考えれば考えるほど面白いですからね。まあ端的な言葉でさ、うん、次こそ物の上手なれっていうやつちゃうんすね、うんうん、だから仕事が嫌っていうのって、うん、面白くないからとか、うん、なんかこう誰かにさせられるとか、うん、いわゆる奴隷的な感じで思われてるから、うん、やりがいがないみたいなっていう風なのが強いんで、まあ、特に日本の今の状況がそれに近いっていうのがある、まあ、これはやっぱりその雇用形態がその正社員じゃなくて非正規の方でっていうのを政府が推し進めてきたっていうところから、うん、すぐに切り捨てれるっていうところやね、うん、それが加速してしまったっていうのも一つ原因があったりするから、うん、なんともなんだけど、だから正社員をこう大事にしていくっていう風なのが
意外とないんだよね、うんうん、どうしても物として見てしまうっていうのが今の日本の、まあ、働く上での、うん、あの、まあ、成り立てるところになってくるから、うんうん、それが大企業になってくれば来るほどそれは強いよね、うんうん、だから俺が言ってることっていうのは、うん、その大企業に勤めてると、もうそれが夢やってんと、例えばトヨタに入るんが夢やってんと、もうめっちゃ楽しいわ今の仕事って思う人ってごく少数なんですよ、うん、まあ、実際ね、これ見てる方の中でも、まあ、一定数というか何名かいらっしゃるんじゃないかなと思う、中高生、うん、いやそんなことないって、絶対自分はこれに就職すんねんって、そんなうまいこといかないっす。そこの企業にこだわり続けると、本当に就職浪人した上で全く何の役にも立たない人間になってしまうので、だからね、ある程度の妥協っていうのは就職するときには必要なんですよ。でただどうしてもそこに入りたいんだったら、入るための努力を大学生になったときとかそういうタイミングからしとかないといかんすね。だからそれをせずに、なんか流れ的にいけるやろうって思ってる人は、はっきり言うとくと絶対に無理です、それは。だからはっきり言うけど、仕事を趣味にするのは無理です。趣味を仕事にしないと。ああ、うん、そうやね。な、俺のスタイルが全部そうなんですよね。起業する時も好きなこと、これを趣味として生涯やっていけるやろうと思ったことを仕事にしたんですよね、うん、で起業してからもそうっす、レンタカーもそうっす、車が好きだから、車が好きだからというか車が好きになったから、うん、車を買うのが好きだから、うん、車が余ってきた、怒られるじゃあどうしよう、レンタカーじゃないかって言って、結局好きなことを仕事にした。だからそれでパッと一攫千金の利益が出なくても、月何万円でも利益が出てくれば、うん、まあやったやったって感じにはなる、うん、まあ、あと焦りが変にないわな、うん、やっぱりその興味のないこととかそういうので利益が出へん、ああどうしようってイライラするっていうのは大いにありうるんだけれども、うん、好きなことだったらなんとなくそのコツっていうとこが、うん、あるから、そうだよね、だから変にこう焦りがないから、ちょっとその金銭的にやばいんちゃうのってなったとしても、うん、いやこの分だったらこういう風にしたらいけるやろって算段が立てやすいっていうのも一つありますよね、うんうん、だからそういう風にしてこうやればいいと思う、うん、仕事が苦しいっていうか辛いっていう人は、うん、今すぐそういう風に変えていくべきだと思う。でそんなに言ったかで、仕事をパッと変えれる環境じゃないしという人も多いと思うんですよね、うん、でもそれってこうやっていった側の人間からするとなんかずっと甘えてるようにしか見えないですよね。何か言い訳を作って辞めない理由を作ろうとしてるんですよ、うん、まあ、その独り立ちするための資金作りでっていうところだったらさ、うん、例えば2、3年でとか、うん、そういう風なんで5年ぐらいしたら普通に切り詰めていこうと思ったら一つの株式会社作れるから、うん、その辺の資金繰りとしてっていうので2、3年、4、5年っていう理由は分かるんですけれど、うん、そうじゃなくてただただ文句言ってるだけだったらね、うん、多分ね、そのなんていうかな、ホリエモンが一回叩かれたやつあったでしょ、その終わってんのはお前だって言ったやつ、あ、はい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 、そういうことじゃない、言葉足らずやねんけど、うん、結局ずっと会社で働いてきてんのにこんだけしかもらえません、日本ってやばいよねって言った人に対して、うん、いややばいのはお前やというふうに言ったのは多分そういうことやと思うんですよ。だから努力も何もせえへんと、ただただ口をぐわーっと開けて、うん、餌だけ待っとってその餌の量が減ったからやばいっていうふうに言ってるけれど、うん、ただそのぐわーって口を開けて待ってるっていう状態が、うん、お前やばいよ
っていうのをホリエモンはおそらく言いたかったんだろうっていうことですよ、うん、そう絶対そうやと思うよね。あんだけね、あの、まあ、そらさ、あっこまで有名な人になると絶対に信者もおるしアンチもおるんよ、それはわかるんよ、うん、そうやねんけど、あっこまで短期間で企業を大きくした人間が、うん、そ何も考えずに人を批判するかなっていうのはどんなに頭が悪くても考えればわかると思うよね、うん、だから単純にその人を批判したかったわけじゃなくて、そういう考えを持ってるあなたやばいよっていう意思表示なんじゃないかなと思う、うん、ホリエモンなりの優しさだよね、うん、だから多分ね、起業家がその優しさを出そうとするとああいう言い方になっちゃうねと思う、うんうん、だって起業家自体がその人を全部こう救ってあげるっていうふうなことできひんから、うん、でも優しさ的に気づかせてやろうと、うん、気づいて自分で行動を起こすのは、まあ、その人自身やかなっていうところの助け舟だよね、うん、じゃないかなと思う私も、うん、なんかそこでなんか言葉尻でなんかこうやややや言うのは、まあ、実はサラリーマンやったんちゃうかな、あれを言ってたのは、うん、おそらくそうだと思いますよ、うん、何があかんのって俺も思ったから、ホリエモンのツイートに対しては、うん、確かにその通りだよ。実際自分がサラリーマンで働いてる時に、うん、あれを言われると腹立つかも分かれへんけど、うん、でも腹立ててる暇があるんやったら、でしかも実際収入が減ってるっていう、うん、減ってるっていうか少ないっていうような状況なんだったら何かを変えようと動かないとダメ。でなんか日本人全体的に言えるのがそこの判断力がものすごく鈍いよね。そうですね、なんか一つの会社に定年まで勤め上げるっていうのがなんか美徳的なところがありますから、うん、だから会社を辞めるってなっても親が止める、うん、でもね、考えても見てくださいよという感じがするんやけど、会社を辞める辞めないってなんで親が出てくるのって、うん、その人がほんまに辞めなければ辞めればいいと思う、うん、でも周りの目がとかそれを気にして自殺するんやったら辞めた方が良かったでっていう、うん、で結局ね、その娘さん息子さんが死んでから、うん、会社なんか辞めりゃよかったのに、いやそんな環境作ったあんたやかなっていう、うんうん、で実際違うよねと。結構ね、スカさんは知ってるけど、何か新しいことにチャレンジするってなった時にそれが成功する算段があるのかないのかっていうので親って結構反対するんよね。ああ、まあ失敗したらどないしょっていうのが入りますからね、うん、だからすごくそこ反対する、まあ、心配な気持ちは分かるんやけど、頼むから俺の人生口出さんといてくれとっていうような気持ちがないと自分の人生変えれないと思う、うん、実際、ね、内定もらったりとかいうこともしてたけど、それを辞退してやっぱり自分はこの道で行こうと思って、うん、今の状態になってるわけやから、それが内定もらってたらもっとお給料高かったかもわからんとか、うん、もうちょっと生活楽やったかもわからんとか、そんなんはもう考えへんがいいんじゃないかな、うんうん、もうあのまま会社に残っとったら自分は部長クラスまで行ってたのにな、いや行ってる保証なんかないんやから、うん、もう今や年功序列なんてないし、もう全て自分の努力でどうにでも転ぶから、だからそんなこと考えたって仕方がない。そうですね、だから本当に自分がやりたいことで生きていくっていうのが重要やと思う、うん、当初の YouTuber のコンセプトやね。そうですね、うん、好きなことで生きていくっていう、うん、あれは YouTuber だから通用した言い方ではないっすよ、うん、あれ本当に疑問やったよね。好きなことで生きていくっていう、それが YouTuber やみたいなことを言うてる人がおったけど、いや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 と、偶然それ動画を投稿するとか動画を撮影するのが楽しい人がそういう道を選んでるだけやと、うん、皆さんご存知ですかと、動画を撮るのを苦に思う人もいるんですよ、うん、うん、
しんどいな、やめたいなと思う人もいるんですよ。まあ実際私なんですけど、あのチャンネル登録者数も別のチャンネルで増えてき始めて、でもパタッとやめちゃったんですよね。でそれはなんでかというと、今のビジネスを起業したからです。そっちの方が自分に向いてると思ったから、もうチャンネルの投稿をやめたんですよ。まあ、収益化もできてましたし、ただこれじゃないなと、これじゃ俺は続かんなって思ったからやめたんですよ。でそういう人も中にはいらっしゃいます。でそういう人たちが本当に好きなことで生きていけるというのが起業家やと思うんですよ。そう思うんですけど、どうですか？ふかさんどう思います？あ、無理しないことちゃうかな。無理したら正直体動かんし。そうなんよね。だって本当、私の場合は大学院の博士前期まで行って博士後期行こうかなっていうふうな話になってたんですけど、それでなんかもう精神的にやられてしまって、博士後期行くのやめたんですわ。そのレベル的にっていうのはむしろね、十分にあってみたいなんですけど。だって、あんたがあれ修士論文で書いた内容って博士論文でも通用するような内容やろ。だってあれやもん、あの雑誌載ってるもん。だから飛び級制度があれば博士号を取れるというようなレベルであったとしても、やっぱりあの博士課程に進むのをやめようかなと思ったのは、自分自身がやってて面白みを感じないっていうのが一番あるよね。まあ面白み感じないっていうよりかは、私の場合は燃え尽きてしまったんですよね。一緒じゃない、それはかな。まあ、あの新しいことをこうね、見つけれなかったっていうのもあって、その次の、まあ、あの次の内容をやっていきましょうっていうのが全く思いつかなかったっていうので、なんかそれまではすごく楽しかったんだけど、しんどくなって、それは面白みがないってことよね。そっかそっか。次のアイデアが出てこない、でも楽しいっていうと M はなかなかおらんと思う。だから次のアイデアが出てこへんっていうことは、自分がその分野に対して面白さを見出せなくなったから、下やから出てこない。だからその辺があって、ちょっともうあかんかなみたいな。だから周りからしたら、この決断って結構すごかったみたいですね。なんか行くものとばっかり思ってたみたいな。それは俺も言われたしな。俺も博士前期っていうか、まあ修士課程さえも行ってない状態やけど、修士課程に行けなかったんじゃなくて、もう全部決まっとったんよね。おおよその研究内容も、専属のゼミも、で入学も決まっとって、大学院の、それで辞退したんよね。だからその時俺は思ったのは、このまま続けてても面白くない、このまま俺はやっていける気がしないと思ったんよね。それって一番重要なことやと思う。やっぱり続けていくにはやっぱり活力が必要で、その活力っていうのは何かって言ったら、やらなきゃいけないからやるではなくて、 やりたいからやるっていう。そう、だから結局そうなんよ。だから面白いと思えなかったら、次のステージに進めないよ。だからその辺がやっぱり自分が興味のある内容やから、いろいろと調べたりとかができるんだけど、じゃあそれをなんか人にやらされてるっていうのになったら絶対動かないから、そういうのもあるんで、やっぱりなんていうんかな、気力体力が続かないっていうのは体が拒否反応を起こしてるわけやから、一回リセットっていうかね、決して立ち止まることはなんか落ちこぼれってわけじゃないから、むしろ休むことでその次のスタートダッシュっていうか、再開させるっていうのがすごいやりやすくなるんで、
これで、まあ、今回ねコロナの件ですごいこうしんどいなっていう人も多いと思うから、だいぶ無理がかかった働き方とかしてる可能性があるからさ、うん、その辺はやっぱあのコロナ支援の休業支援金、あれはあの、まあ事業主の人は無理なんやけど、あの従業員、これアルバイトの人ももらえるんですよ実は。だからまあ、いつももらっている金額のなんか 0.8 倍ぐらいまでは保証してもらえるから、国が、うん、国が保証してくれるってところもあるんで、そういうの使いながら上手にまあ、お金を、まあ、もらいながら新しい職を探してみるとか、もちろんハローワークも動いてるんで、うん、その個人的に思うのは、うん、もうどうせ、うん、そのコロナで、うん、この仕事しんどいなって思ったんだったら、うん、自分一人しかいなければ、うん、なんか新しいことチャレンジしてみれば、うん、それをもう、うん、で例えば家庭があるから無理なんよっていう人は、うん、まあそれは家庭があってね、子供がいて生きていかなあかんってなったら、それはなかなか独身の人に比べると難しいのはわかるけど、知り合いはそれで、まあ、知り合いの中で、ね、母子家庭の方いらっしゃるんですけど、子供さんから自分らのせいでやりたいことをやらないっていうのをやめろっていうふうに言われたってパターンがあったらしいんですよ。だから子供さんがおるからとか、それは結局、うん、逃げ道しかなってない可能性があるからね。だからほんまに、ね、子育て世代でしんどいっていう人もいらっしゃると思うけれども、うん、一回こう家族で話し合ってみるっていうのが大事なんじゃないかなと。そうそう、で話し合って、例えば俺こういうことやってみたいねんけどどう思うって、うん、自分の中で考えとったって結論は出ないんですよ。結局例えば奥さんに話してみた、お子さんに話してみた、うん、その結果、うん、ええんちゃうやってみればって言われたら、うん、今まで悩んでた分無駄になるんですよ、うん、だから一番の協力者は家族なんで、うん、そこは独身世帯よりも強いところだと思う。そうですね、うん、やっぱりだから一緒に協力しようや、一緒に やろうやと、うん、協力してやったろうやと言ってくれるのも奥さんとか子供さんなわけやから、そうそう、それでいやそんなんやめてやって言われたら、よっぽど自分は突拍子もないことを言うてるんやと計画性がね、計画性があったら、このご時世ね、その給料半分カットなったとか4分の3カットなったとかだったら、正直口開けて待っててもお金入ってこないわけだから、それやったら動いて、ね、違うビジネスやってみるっていう方が、そりゃ勝算はあるよね。だってお金今の時期もらえないっていう状態って会社が傾いてる可能性大なんだから、うん、だからね、そのこういうことを自分はやりたいのに、うん、奥さんが OK してくれへんねんと、どうしたらいいやろうかと、うん、いうような人も当然中にはいると思うよ、うん、ただそれは今の会社に留まった方が最善策やというのを傍から見て判断してる場合なんですよね、うん、よほどの鬼嫁でない限り、うん、だから結局味方になってくれてるんですよ、うん、絶対にやめとけっていうのには理由がある。特に他人やったらね、もう赤の他人、同僚とかやったら、あええんちゃんそれ面白そうやん、やってみんや、俺もそこ行くわとか、うん、何の責任も持たず無責任にそんなこと言うて、いざやってみたら全然けえへんみたいな、うん、そういうのって結構あるけど、それはね他人やからであって、家族やったらそんな中途半端なことしたくないもん、うん、そのたった自分の旦那の一つの過ちで破産するとか、うん、そんなんたまらんから ね、 ですね。だから一つ一つに対してすごく真剣に向き合ってくれると思う、うん、
自分がこれをやりたいと、今の会社は辛いというのを全力でアピールしたら多分分かってくれると思うよね。だから自分が本気で取り組むことができるものが何なのかというのを考える、これが大事なんじゃないかなと思います。ですね、やっぱ体が一番って言うけれど、その体を大事にするっていうのってめっちゃ大変ですからね。その嫌だなっていう仕事をやり続けるっていうのって、うん、体に毒ですよ本当に。好きやからできるっていうので、それこそあのトラックの運転手でも長距離ドライバーだったとしても、それは運転が好きやからっていうのが結構あの支えになってると思うんですよ。なんだけどそうじゃない場合だったらやっぱり短期間でやめてる、なんか思ってたのと違うってやつやね。そうやっぱりそういうので思ってたのと違う合わへんってなって、でそれでいやいややってたらそりゃあのそれこそ事故につながるわけでしょ、トラックの運転手とかだったら。だから結局全てのビジネスに対してはそういう風な解決策があるんですよ。自分が本当に長けてる能力っていうのをなんか書き出してみたらどうすかって。本当はそういうのってね、あの大学入る前ぐらいにはもう見通しつけておきたいってことだよね。だから正直なとこさ、あの今の教育制度ちょっとまずいんだけどね。それはね仕方がないことやと思う。だから大人になってから勉強せなあかんという事実、これはあれよ、その日々の勉強という意味でじゃなくて、仕事をするために新たに資格取らなあかんとか、そういうくだらん勉強よ。くだらんって言った理由は、そんなん子供のうちにやっとくカリキュラムを国が作っとくべきなんよ。そうやね、それは俺前々から思ってるんやけど、なんで大人になってから宅建士とか行政書士の勉強をするかと、これ持ってたら得やなとか、これで仕事できるやんって気づくのが大人になってからやからや。不動産屋をやるのに宅建士なんていう資格がいるって子供の頃は知らない。そうですね、丸々不動産って言ったって昨日持てるからね。何かしらのその資格っていうものがいろいろありすぎて、しかも有名なものでないものが多すぎるんで、だから分かんないんですよね。で大学入ってからでもやっぱり自分が専攻している内容はもちろん詳しくなるけれど、自分が専攻していない内容に関してだったらもう情報入ってこないから逆に。そうやね、なので外に出てこういうことやってみたいなってなって調べてみたら、みたいな、めっちゃむずいやんこの資格みたいな感じで、そうでこうめちゃめちゃ大人になってから勉強するっていう無駄なサイクルなんよね。すごいなんか無駄だよねっていうので、それにいち早く気づいた人がなんかこう上手にやってるなっていうところもあるし、資格の勉強でなんかこう覚えなあかんっていうのって、あの25過ぎたらしんどくないですか？今までの勉強で専攻してきた内容っていうのがもうダイレクトにこう脳にこびりついてるよ。だからその真逆の資格ってすっごい難しい。だから極端な話言うと、まあこれは専門が数学やんか、だから数学で大学院を、まあ、十分行けると、十分行けるどころかね、唯一許された飛び級方法も勧められるぐらいやったから、まあまあ見込みはあったんかなと思うんやけど、まあ、それぐらいはやってたんやけど、その数学的なものの考え方と法律的なものの考え方って真反対なんよね。
なんか数学って一般論だけ話するのに、うん、法律って抜き穴がないようにしなあかんから、さまざまなパターンだよね。さまざまなパターンを何この言い方っていう言い方で言っていってると、それは真反対やからもうどうしても頭に入ってこないよね。あ、そっかそっか、うん、だから理屈で考えるんやけど、理屈で考えても理屈で突き足してるんじゃなくて、こういう事例判例が出てきたから、せやからこういうの足そうで足していってるからね、うん、だから理屈じゃないよねあれって、だからそういうのがもう全く頭に入らんようになって、逆に多分それあれやと思うわ、そのずっと法律とか暗記系が得意やった人は、うん、その数字の計算とかそういうのが苦手になるんやと思うわ、うん、だからやっぱり自分がずっと専門でやってきた内容とか好きでやってきた内容っていうのの真反対の資格ってすごい取りにくいなと思う、うん、いう印象があって、なんかそれをそういうことをね、本当は高校とか大学とかでやればいいやろうけど、まあだからビジネススクールみたいなっていうのはアメリカにはあるんだろうね。本当だったらこういうところでね、その教育的な話とかっていうところでも本当は議論されるべき内容ではあるんだけど、いかんせんね、今の日本っていう国はもうオリンピックのことしか考えてないからね。オリンピックのことしか考えてないし、教育に関しては戦後教育やし、これやってると本当に世界の先進国遅れるんやけどっていうか遅れてるんやけど、そうですね、なんか目先のことしか考えてはいけませんよっていう風に指導されるはずなんですが、いかんせん国の方が目先のことしか考えてないっていうのがあるから、そこの矛盾が出ちゃうよね。私びっくりしたんですけど、今日かなのニュースで山本博士っていうアーチェリーの銀メダリストの人が聞いたんだけどみたいなん でコメント出しはったんやけど、オリンピック そのやりますよっていう前日にやっぱり中止ですっていうふうに言うこともできるっていうのを言ったらしいですよ、そのオリンピックの関係者が。いやそれは大人としてどうなんだろうな。日本人が何言いたいんだっていうところですよね。いや小学校とか、小学校の人ごめんなさいやけど、そういう小規模なところでのものじゃないんだからっていうのありますから、せめて1ヶ月なんかもそこまでギリギリ粘りたいんやったとしても、せめて1ヶ月前とかねにはもうやっぱり無理ですみたいな。いやだって冷静に誰が考えても分かる思うよ、そのなんていうの、オリンピックをやってほしいかやってほしくないかっていうふうに聞くのが間違いで、うん、できる状況にあるかないかって聞いたらいいやな。そうですね。で、ただやってほしいっていう人はいるよ、これで引退やねんって言ってた選手は当然やってほしいと思うし、そのご家族もやってほしいと思うよ、でその真逆でこれがデビューやねんっていう人もやってほしいと思うよ、でもそれとはまた別に、それをやることによってどうなるかというのをこう誰でもが考えれると思うよね。だからやってほしいかやってほしくないかじゃなくて、やれるかやれないかというようなその状況を見ないとダメだろうと。で、多分ね、今の状況はやれない状況なんですよ。やっちゃダメ、ほんま。で、なんでやれない状況かって考えたらわかるよね。どん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 緊急事態宣言のエリアが広がっていってて、で例えば大阪やったら300人台とかで言ってるけれども、東京でさえ100人台にならないと解除すべきではないという声がある中で、大阪第二の都市である大阪でさえ300人台や、というのはこれはまだできる状況ではないと。コロナ
ナのさ専門家のトップの尾身さんだっけ、うん、もうステージ2にならへんかったら解除すべきでないって おっしゃってるし、うん、だからそこはあの大事は思うんですよ。だけど変にこう解除しようとしてでまた感染者増やしてでこの感染を繰り返すことによってあの変異株っていうのができてしまうんだから、うん、だからねそのなんていうか減少傾向にあるから解除しますじゃなくて減少傾向にあるんやから踏ん張らなあかんやんか。そう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 、だから減少傾向にあるじゃなくて減少してもうこっからのあの感染爆発はもう起こらんってなってから解除せなあかん、うん、で普通はまあ前のどこかの動画でもお話ししたけどその緊急事態宣言っていうのが出てる間に何か策を打つんよね普通、うん、何か策が打てないんだったら緊急事態宣言は長期でやる必要があるよね。そうですね、短期でやっても意味ないですからね、はい、うん、だって緊急事態宣言出てるんやから外出るんやめとこかっていう人ってやっぱり一定数おると、うんうん、でそういう人たちが出歩かんようになっただけで、うん、だいぶ違ってくると、うん、まあ当然仕事で出歩かざるを得ない人たちもおるし、うん、そういう中ではあれやけれどもそういう人たちが、ね、緊急事態宣言が解除されることによってまた出歩き始めると、うん、やったらなんか最近ね人を物のように言うあの人流っていう言葉があるけど人流人の流れっていうのはね人流っていう、はあ、いうふうによう言うよね。あの都知事とかあの総理大臣とか名ばかり総理大臣ねとかが言ったりすんねん人流って、うん、そのまま人の流れっていうのを音読みしただけの読み方で、うん、でその、まあ、水流とかさ、うん、電流とか物の流れみたいに言うでしょ人流っていうのは、うんうんうん、その人流が減ったから明らかに緊急事態を出して減りましたって、うん、まだ分からんのかい。緊急事態出して減るんは分かってんねん。感染が減るかどうかがポイントなんやろうが。ああ、そうやね、うん。うん。その感染を止めるための方法っていうのをまだ示してないですね。示してないね。うん、で、ワクチンがうんたらかんたらって言うけれども、結局外国頼みだから、うん、それの供給が間に合ってない。で、その注射を打つ人の数が減ったのは、まあ、絶対的に少ないから。でワクチン行き渡らない、うんうん、それじゃあまだ解決策はないに等しいので、うん、それを出さないといけないんだけど、うん、出されてない解決策はそのそれのコロナ あのワクチンでなんかこうおしまいみたいな感じに思ってらっしゃるかもしれないけどそれは違うわね。ワクチンはあくまでツールやからね、あれは。そうですね。だからそれの方法がね、全く示されてないから、どうすればいいのっていうのがありますよね。うん、でかといって、商売の方とか、まあ、生きていく上での、その生活に必要なお金っていうのがなかなか出にくくなってる。うん、まあ、去年は、こういう緊急事態宣言が出てきて出た時に、まあ、補助金とかで、もらえるようなシステムになってたけれども今年はせえへんとか何が違う、むしろ人数増えてんねんでっていうところもありますけれども、それで何の対策もせえへんっていうのはやっぱりおかしいですよね。したじゃないですか、はい、大体どこの個人事業も法人も赤字なんちゃいます。一部以外は。そうですね、赤字ということは法人税が出ないんですよ。うん、法人税は唯一って言っていいほど法人が払う国税なんですよ。うん、それが出ないということは国税の徴収ができないんですよ。そうですね、
つまり今資金不足なんですよね。なかなか、うん、だから本当やったらバーッと巻いて、うん、それでまあなんかね、意味のないところに巻くんじゃなくて意味のあるところに巻いて、それで黒字化さしていくということを本当はやらないといかんのに、自分たちがこうお金欲しいからっていう理由でこう全員に適用するようなことをやって、それで結局意味がなかったっていうのが今回の流れやと思うんですよ。そうですね、だから結局失策なんですよね。単純にその結構ね、不動産屋の人と話しとったりしてもおるらしいよ。そのなんていうか、結構今はね台風21号ってあったでしょ、はい、あれの対応で、うん、結構追われてるんだって。なんで？あの時はまあええかって思ってたけど、結構経年劣化で、うん、今になってガタが来始めてるっていうような物件って多いらしくて。あ、そうなんですか。それでね、工務店が結構追われてるとか言って、言ってて、で、もう大変やね、めっちゃ忙しいわ言うて、うん、言うとった人が、うん、確定申告終わって、うん、今回赤字やったわ言って、いや絶対そんなことないやん言うて、うん、個人でやってる人とかちっちゃい会社の人たちっていうのは、まあ、特にそのもらったもらってないがしやすい業種っていうのは、そう言って過少申告してる人ってやっぱりおる思うよ。うちやったらさ、全部ほぼクレジットやから、うん、過少申告ってしようないやんしないですけどね、うん、まあ、あとあれですよね、会計士さん通してますからね、うんうん、だからそれは絶対に無理なんやけど、個人事業って会計士税理士通さんでもええから。そうですね、だから、まあ、法人も倒産でいいんやけどね、あんな書類一人で作られへんからだから通してるっていうだけやけど、だからね、個人やったらもう隠蔽しやすいんよね。なんか今回のなんか完全にザルやから、やっぱりその行き当たりばったりなことやってるから、すごい一部はすごい潤ってるけれども、うん、一部が極端に全然反映されてないみたいな、うん、そういうふうなことになってしまってるから、うん、それこそ機会平等じゃないし、うん、なんか一部が得してるような感じやから、なんか一回立ち止まってちゃんと考えて動いてほしいなと思いますよね、うん、まあ、そのための緊急事態宣言だから、うん、だから変になんかエコひいきやなって思うけど、やっぱり飲食店でお酒の提供やっちゃあかんとかいうふうなこと言われてるっていうのは大変や思うけれど、うん、ただもうそういうふうな足かせなしでもう商売してもろて、ほんでコロナ出たらもう営業停止なっていうふうな感じにしてしまうとかさ、コロナ出て営業停止せなあかんやん、うん、そこで出せよって思う。そうそうそう、支援金、そうそう、だからそれがなんかこう、うん、出てないところもなんかこう普通にもらってるから、うん、だからもうそういうふうにして楽してお金もらってるっていうふうにしか私ね、もう見えなくなってしまってるんですよね、うん、だから、まあでも実際さ、その俺らもそうやけど、そういう風に見てる人ってやっぱりおるわけやん、こういろんな人の意見聞いとっても。そうね、まあなんかうちのレンタカーの隣の人でもそうやし、その付き合い方考えるって言われたっていう人も出てきたりとかして、実際ね、その夜の営業ダメとか、夜お酒提供する飲食店の休業要請って言ってるにもかかわらず、いや、あんたらもう夜の8時には閉店してるやんっていうような、うん、喫茶店とかが、うん、休業してると、うん、それでもらうっていうのは何か違うよねっていう、うん、だからそのコロナが
が出て、ほんでほんまにやばいねんってなってからお金出せばいいわけやし、なんかあの全員一緒くたにやるから、それでなんかこう不平等だなっていう風にあのやっぱ違う業種の方からやっぱ見えてしまうしね。実際にやっぱり喫茶店とか、あのそういうところは人の付き合いが大事になってくるんだけれど、お酒の提供してないじゃんとかね、だからなんていうかもうちょっとね賢くなってほしいよね、政策の方もね、経営者は賢いね、そう思ったら。そうそうそう経営者は賢いと思う。もうそれこそ法律っていうよりかはそういう風にしますっていう制度の抜け穴見せけるやっぱ上手やし、こういう風な練りに練られたような内容じゃないものに関してはもう抜け穴がバカバカやから、そういうのやっぱ上手に見つけはりますわな、よくあれ言うやんか、そのこの法案ざるとか、筒やで、ただの筒だからもうちょっとねいろいろとこう練ってほしいかなっていうのが、第一版の時みたいに、そうそう、だって普通 の, あの補助金もらおうと思ったら審査っていうのを絶対かけてるじゃないですか、あの、まあ、その中小企業省かなんかあるんですけど、そういうところの補助金とかだと普通に審査って採用不採用っていうのちゃんとあるんですよ。だけど、なんかコロナっていうのがなった瞬間になんてか知らんけどないみたいな。ちょっとちゃう。まあ、考えろっていうふうに言って、じゃあその辺でね考えれるんかな。無理かな。なんかあんまり期待しすぎると、まあ、期待しててこれやからなってなりますからね。今のところその、まあ、政治的な力がない一般の人にとってやっぱあのまずはコロナにかからへんようにすることとか、自分ができることをちゃんとやっとくっていうのが一番大事かなと。確かにコロナにかかれへんようにするっていうのは大事だと思う。ただそればっかりに目がいって、違うところで死んでしまうのだけは嫌よ。そうやね、なんか精神的に病んでとかね、やっぱりそういうのをあれ聞けますからね。コロナの感染に対してものすごいこう気を使うっていうのは確かにあると。ただはっきり言うと第一波の時の未知のウイルス感っていうのはなくなった。そうですね、なんかこう怖さはないから、こういうことに気をつけておけばまずは大丈夫かなっていうのはある程度分かってきてますからね。コロナウイルスっていうのは本当に未知のものだというので、どこにおるか分かれへんっていうので、もう外に出るんさえ怖いというような状態やったけど、それはもうなくなった。でもこれって報道が毎日毎日コロナコロナって言ってるから慣れちゃったっていうのも実はあると思う。そうですね、コロナ、まあ、かかってしもたら大変っていうのはやっぱあるし、今大阪の場合は冗談抜きで軽症者でさえあの7時間待ち、救急車の中で、っていう風な
パターンっていうのが ありますから、うん、やっぱりかかったらちょっとまずいっていうのは重々承知の上での発言にはなるんですけれども、やっぱりね、なんかこういうことに気をつけたらまずは防げる、大体防げるっていうのはありますからね、うん、人混みのところに行かないとか、うん、帰ってきたらまず手洗いうがいとか、うん、手消毒しましょうとか、換気十分しましょうとか、それ守っとったら今のところね、ワクチン打ててない状態だけど、うん、普通にピンピンしてますよ。医療的に逼迫している状態っていうふうに言いつつも、まあ病院の数自体多いっていうのはあるから、地方に比べて、うん、これがね地方の方に行ったらまずいなっていうのは私的にあるんですけどね、うん、あ、私まあ言うてるかもしれませんが、まあ、岡山県出身なので、まあ、実家が岡山なんですよ。でバス通ってないようなところにね家がありますので、ちょっとね近くの病院に行くってなってもね車で行かないといけないとかね、そういうレベルだから、で大きな病院もあんまりない、っていうエリアですので、そういうところでねクラスターとかそういう流行になってしまうと非常に怖いなっていうのありますね。父も母も、母は還暦過ぎてないけど、父も還暦過ぎてるし、そういうところは不安に思いますからね。ただでさえお医者さん足りひっていう風な状態なのに、にはなのでコロナが流行りだしてから以降はもう全く行ってないんで帰られへん。まあこれいつまで続くんやろなって大人は結構言うやん、うん、子供たちに聞いてる、面白い回答返ってくるけど、どんなの言われました？自分たちが死ぬまでって言ったの。まあすごい大人より冷静に物事を見れてる。当たり前や、ここまで感染症が流行ってそれを鎮静化できた歴史は世界史上にはないよね。うーん、確かに、うん、子供って何考えてるかわからんっていうのはあるけど、それは何考えてるかわからん大人からの発言なの。子供の考えてることは至ってまともない。確かにね、うん、だってこんなんここまで流行って、じゃあ逆に聞くけど1年間ずーっと同じような繰り返し、うん、増えて減って増えて減って繰り返して、うん、結局桁が1個違うぐらいまで増えたと、うん、これを1年間でやってる国が、うんうん、向こう10年で鎮静化さすことができると思いますかって言われた時に思わないんだよ。結果10年後ね、うん、沈静化してる可能性っていうのはあると思うよ、うん、ただ今の状況を繰り返しとってそういう風に見えますかって言われた時に見えないよ。そうですね、なんかちょっとずれたこと言う人おるよね。そんなんていうか、いやでもそんなん言うても将来的には沈静化っていうかその収束するかも分かれへんやんかって。それ希望、うんうん、そうそうそう。それ希望です。だったらいいなでしょ。うん、かもわからんやんかじゃない。それだったらいいなやん。推測じゃない。うん、希望やな。な今の状況を見て、そういう人ってね基本的にギャンブル好きなんですよ。あの未来思考なんですよね。うん、だから過去思考で過去現在のデータから見てそういう事象が今まで起こったんですかっていう話。そうですね。だって明らかに今よりも人口が少なかった時にペストが大流行して、未だにやっぱりペストっていうのはあるじゃん。ありますね。ペストの大流行でなんか世界の人口の4分の3になったみたいな、あ4分の1死んだみたいなこと言うてるのもある。
るけど、あの当時、ヨーロッパの方では2年間勉学は中止したんよね。そう勉学は中止したから、アイザック・ニュートンの論文発表はその2年間に集中しているという。だから研究者はその間に研究がはかどったんですよね、っていうような文献があるにもかかわらず、この国どころかこの世界はやろうとしない。先人の知恵を一切使おうとしない。これはいかなるものなのかと。それどころかみんなが集まるオリンピックを平気でやりたいと言っている日本人だけに限らず、やりたいという願望を言うのは自由やけれども、さっきも言ったけど、やれる状況やと思いますかという。逆に自分がアスリートやったら、まあ、今日本におるからやけど、もうすごい疫病が流行ってる国でやりますよって言った時に行きたいっすかっていう。ワクチン打つからそういう問題ちゃうやないかと。ワクチン打ったとしても自分の所有物とか体内にはウイルスはおるんよ、ね、それを持って帰ることになるんよね。大事な家族とか自分が大事に思う人たちを傷つける可能性は大いにあると。俺がアスリートやったら絶対に参加しないけどね。別にアスリート批判とかじゃなくて、俺がアスリートだったらというあくまでの仮定法ですが、絶対に嫌やもん、そんな国に行くの。そう考えてる人は、日本人はね、その渦中におるから分からへんけど、他の例えばニュージーランドとか抑え込んでる国の人たちって多分もうやめようかなと思ってる人もおると思うよ。司祭ちょっとね見れてないんだけど、あんだけ抑え込んでた台湾でやばいことになってるらしいな。あんだけ頑張って抑えてた台湾でさえ、だからほんまに何が起こるか分からへんっていう風な状態やし、今じゃないよねみたいな。で、あれ、あとそのオリンピックにめっちゃこだわってる理由らしいんだけど、あるんだけど、なんか再延長ないって言われたらしいよ。開催延期っていうのを、延長はないみたいな、特例は作らないっていう風なのも言われてるみたい。だから無理やりでもやろうとやっとっちゃう。なり愉快なっていう感じやけどね。バッハか言ったんですか。いや、情報でどこに書いてなかったよ、私が見た時。だからちょっと分からへんねんけど、ただどっちにしろな、再延長ないって言うんだったらもう一回コンペティションやってくださいみたいな感じやし、もう一回2032とかそういうところでやりゃいいと思う。その方がいいと思う。それこそそういう場所で忖度すべきだろう。だと思う。もう中止にして、再チャレンジしますっていうふうに言った方がどんだけ先か。多分ね、今はみんな目の前のことしか見えてないから、もうやらないとあかんとかやるべきやって言ってるけど、これをもし日本がやめたら世界から称賛の声が上がると思うよ。よう判断したっていう。実際そういう事例ってあるからね。その何やっけ、なんか切りつけた事件があったんやね。どっちやったかな。オリンピックの話。オリンピックじゃないね。そのなんかね、外国から来た人やったかな。結構その公民の中で有名な事件があって、そのサーベルで切りつけたっていう事件じゃなかったかな。サーベルで切りつけた、いつの時代？年代も忘れたわ。全然それを喋ってた時っていうのは覚えてたけど、まあ覚えてないな。とりあえずなんかその
かひとまずやるとかいうふうに言った時に、なんかね、日本にどっかの国のお偉方が来たんよ、その時にその日本人がそのお偉方を切りつけて殺したんよ、っていうのでその裁判になったんよな、日本の中で摩擦人材っていうので、で他の国からものすごい圧力がかかったんよ、死刑にせえ、そう死刑にせえっていうので、でこんなことやっとったらあかんって言って大麦事件かなんかそんなんじゃない、なんかそんなんやった気がする、その明治のやつやな、うん、でそれぐらいだと思うね、で、それで結局日本の司法は日本の法律にのっとって判決を下したというので、その時には多分外交的にも世界各国的にも目の前のことしか見えずにはぁってなったと思うんや、でも世界各国から称賛の声が出たんよ、ちゃんと忖度せずにきちっと司法にのっとって判決をしたと、だからそういう状態になるんじゃないかなと思うんやけれども、それこそそれでなんかそうじゃなくてなんかわーわーわけわからんことになったらこの世界を腐けるでいいんじゃない、だから普通に考えたらもう中心にしますっていう風に開催国の、まあ、それこそな開催地の知事が言い出したらだいぶなちゃうんやろけどな、いかんせん自分の目の黒いうちはっていうような人らやからな、なんか100日切りましたかなんかで今日もニュースなっとったけど、その都知事とそのオリンピックの代表2人なんか大臣とこるじゃないですか、まあ、全員女性ですけど、つまらんなと思ったもん本当だったらこういう風ななんか大きな出来事をするっていうので、まあ、女性目線ですけれど、やっぱり女性が率先してやってるっていうところではやっぱりすげえなって思うはずなんですが、なんか違うみたいな、そこで張り切ってもしゃあないでみたいな、違うぞっていうのがあるから、今回ばかりはなんかこうすごいなとかかっこいいなみたいなのは全然わかない、子供たちがかわいそうやもん、運動会中止にさせられて、そうそう大泣きしたって、うん、それで、ね、一生に一度やその運動会とか修学旅行とか、それを我慢せえって言って4年に1回やるオリンピックをやるんやから、それおかしいよね、その選手にとっては最後かも分かれへん、でも今までやってたでしょっていう、ね、なんていうか血も涙もないような言い方に聞こえるかもわからんけど、あんたらは大人になって今までやってきたじゃないかと、子供たちは一生の思い出をなくすんやん、そこでどっちが重要なんやって話で、やりきれない気持ちっていうのを抑えれない子っていうのが多くおって、だからすごいこう八つ当たりしてしまうとかね、もともと暴力的でなかった子が暴力的になってしまったとか、だからこの日本の情勢は教育もろともひっくり返すと思う、そういうレベルで異常な状態になってる、そうですね、なんか物事をちゃんと見れてないから、だからね、その原因は違えどね、なんていうかね、子どもたちの頭を使うという力を育む機会を阻害しているのは国だなという、そうですね、だって運動会とか修学旅行とかそういうのって結構外と触れ合うとか、体を使って勝ちに行くためにはどうすればいいかって作戦立てたりとか、そういうのをやっぱり頭使うけれど、それは勉学では学べないことだから、やっぱり大事なんだし、しかもそういうとこそっちの方がね、
大事なんですよね、うん、社会出てからっていうのが。だから、うんね、長いからさ、ここまで動画見てる人ってどこまでおるんかって話にもなるけど、ないけど、正直ね、例えば俺らが親の世代、まあ年齢的に親の世代なんやろうけど、になった時に、お父さんの時の修学旅行はさ、で中学の時こんなんでな、で高校の時こんなんでなって言って、多分話をするよ。そうですね。それができない世代がおるってことよね。うん、そうやね。お父さんの時高校の時な修学旅行なかったよ。って言わざるを得ないような年代がおるということをもうちょっと重要視した方がいいんちゃうかな。そうですね、うん、やっぱり修学旅行とかそういう話って年によってちゃうねんなとか、うん、やっぱりありますからね、うん、新型コロナウイルスが蔓延したっていうこの2020年2021年のこの出来事っていうのは確かに今後歴史の教科書にずっと載り続けると思う。ただ世界史で載ると思うんだなこれ。ああそうですね。でも残念なことに東京オリンピックは日本史でしか載らないよね。そうですね。面白くない。そんな局所的な歴史でしかやらへん。これ日本はこれをさ、日本史は世界史の中に入れるべきだって言って、世界の歴史を一つにまとめようとしてるのにもかかわらず、そういうジグハグのことをやる。面白くない。結構株や土地持ってる人は儲かったやろうけど普通やったでっていう親の声を聞いて、うーんって思うだけなんよ。だからこういう風にして動画を撮っとくっていうのは、ある種こう自分の子供たちに残せるもんなんかなって思うよね。そうですね。まあなんか、そうね、だからそういう意味でも別に広告とかつけんでいいかって感じもするし、うん、まあ、面白いから喋ってるもんね。基本的にこういう話って結構するから。そうですね。それを記録してるようなもんで、まあ、別にそれに対して賛否両論あるやろうけれども、どっちの意見が出てこようと何も気にせえへんからいやそういうこと言ってんちゃうよなっていうようなことをね、表面だけ聞いて勘違いするやからがおるやろうからね、うん、だから自分の子供にはそこをきちっと理解してほしいかな。実際自分自身がそうやけど、一聞いて十理解するっていうタイプの子供になってほしいかなって。なんか年を取ると記憶力が低下すると、いうようなことってよく言うやん。言いますね。でもその分それを補填しようと推理力っていうのは高くなるよね。だから俺自身はそれちょっと実感してるところがあって、だいたい一つ二つのこと聞くと、こいつこれ言いたいんやなとかいうのが全体像がわかるから、全部聞かんでも話できると。しかもそれが的を外していないという会話ができるようになってきたというところがあって、やっぱ推理力っていうのは暗記力の補填なんやなと。
テラシーよね。ネットに上がってる情報を全て真実だと信じるような愚かな人間にはなってほしくないかな。それはもう最低限欲しいよ。あのアリしてる、あの常磐道のさ、宮崎文雄の香りがあったやろ。はいはいはい。あの時にさ、もう一人のあのおばはんおったやん、ガラケーの、うん、あれ全くの別人がさ、容疑かけられたっていうの。あ、そうなんだ。あのネット上でな、うん、で、あの宮崎文雄が、うん、なんか相互にフォローしてたとか、うん、なんかそういうのと、その時の服の雰囲気とかいうのから推理した人たちがおるんよ。頭悪いやつはそれをするなって言うんだよね。やっちゃダメね、プロフェッショナルじゃないんやからね、うん、だからその辺きっちり勉強してる人たちとかっていうのが警察には5万とおるわけやから、そういう人たちがちゃんとやらないと、うん、それとか探偵とかな、うん、そういうプロフェッショナルがやらないと、そういう素人がやるとほんまに人一人殺してまうから。そうですね、よくないと思う。実際にそれで訴訟を起こしたんよね、その言われた人が。そしたらなんか今度は金目当てやとかいうわけわからん批判が入ったらしい。そもそもお前らが先走ったからやろっていう、うん、金目当てとかそういう問題じゃなくて、損害賠償を請求するのも当たり前のことなんよね。かけたわけや、うん、それについてごめんなさい言わへんからね。ネット民は言わんよね。だから迷惑行為をするというのは、ほんまにその人の人生を狂わすことがあるということをちゃんと理解する必要があるよね。まあ理解できないからネット民なんだろうけど、逆にそういうところでこうコメントを出さないよね、分かってる人は。だから思うよ、そのちま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 とさ、コメント打ったりとかさ、する暇があるんやったらさ、自分も動画とか撮ってさ、あげたら。そうよね。思うところはあるよね、それ。うん、ちょっとっていうか、だいぶな、ネット民もな、なんか立ち悪いなって感じやし。結局さ、その、なんていうの、特定できひんと思ってるから、うん、だから好き放題言うんやろうけど、この木村花やったっけ。あ、はいはいはい、プロレスラーの方ね、うん、そうそうそう、うん、あの人の事案で、うん、あの自分らがいかに浅はかなことを考えてたかっていうのは分かったと思うんやけどな、うん、一般的には、うん、だけどまだ分からん人間がおるんやろうけど、うん、あの、で確かに特定できへんのよな、一般人は、うん、でも公的機関が入ると特定なんか一瞬なんよな、うん、プロバイダーの方に開示請求すればいいだけやから、うん、警察がさ、あの提示してくれという理由でどんな企業であっても断られへんねんから。あ、中国企業はなんかせえへんらしいよ、あの TikTok。 中国企業はそらせんだろう、うん、これこれ、そのガードマンの話したの覚えてる、うんうん、あの花火打ち込まれて、うん、自宅に、でしかもその打ち込まれてるそばにプロパンガスがある状態で100発ぐらい打ち上げ花火とかロケット花火をされたっていうので、うん、あの YouTuber でおるんですけど、ガードマン、ガードマンですね。でその人たちが TikTok でそういう風にこういたずらされたらしいんですけれども、でその TikTok の会社っていうのが中国企業なんで、そこはやってくれないっぽいんですよね。だから、まあ、一応動画自体は公開して、で、もう、まあ、警察の人とかその辺だけでなくて、この人知ってるとかいう感じやったらもうどんどん情報をくださいみたいなっていうの言ってるからね。まあ、多分ね、開示した方が早いのは早いんやけど、別に開示せんくても多分事件性があるという判断をすると、うん、日本の警察は必ずヒットするよ、ね、うん、あとやっぱりこの辺ってやっぱりあのみんな知らないけれどみたいな、至るところにねありますもんね、あの防犯カメラ、うん、ある、うん、実際言われたことないのわからへんけど、ね、なんかあるたんびに防犯カメラないっすかって来るもんな。
きましたね。あ、これ店内しか映してないっすわって言って言って、あ、そうですか、すいません、ご協力ありがとうございますって言って言い張るから、うん、これを全部でやってるんやったら、うん、もう一瞬で出てくるよな。そうですね、それを言われたことある人は多分実感するっていうか分かるんやけど、うん、ない人はいや見つかるわけないやろうと思ってるんやな、うん、いや見つかりますって絶対、うん、あの被害届出して事件性があると思ったら、うん、もう本気で鬼のように捜査するからな、うん、下手したらな、そのドライブレコーダーとかね、うん、あの調べはるからね。まあ、ほんまにまあ、なんだろうな、いたずら的な感覚でなんかこう人をちょくってこう楽しむっていうなんか変な中毒性があるかな、そういうのって。変な中毒性があるというよりかはな、うん、昔からな、人いじめで楽しんでるしょうもない人間がな、うん、あのツールが変わっただけやでね。あ、そっかそっか、うん、あの昔は直接さいじめたりさ、あの小学生あるあるやん、何々君とか何々ウイルスとか、あのそういうようなもんから、うん、あのほんまに公に出し始めただけの話なんよ、うん、で自分は報道してるつもりで調子乗ってるんやけど、うん、いやそれは報道とは言わないよっていう、うん、あよろしくないよね。バカッター騒ぎとかであの YouTuber のさ BTR さんがさ、うん、結構取り上げてるけど、うん、撮ってる側がさなんかしょうもないことやってるやつがおって、うん、マジ面白いとか言って、うん、その面白いっていうのが面白いよね。何が面白いかわからなくて、あ何がおもろいんこれとか。確かにね、うん、大丈夫とか将来大丈夫って思う。ホリエモンじゃないけどね、うん、ほんまに目先のことでしか物事見れてない、うんうん、その後どういうリスクがあるかっていうのを考えようとしない。だってあのバイトテロでもそうやろ、うん、その結局こういうことをやると、うん、何千万とかいう損害賠償請求されて将来おじゃんになりますよっていう、そういう事例が前にあってやってる人がおるのにもかかわらずまだやるやん。やだな、うん、だから非正規雇用者っていうのはどんどん立場が弱なっていくんや、うん、だから、ね、あのパートで働いてる人とか、うん、そういう人たちはまあまだ今の年代はあの信頼があるからいいけど、うん、今そのバイトテロやってる人たちが、うん、まあ、30代40代になってきたときにもう多分雇ってくれへんよね。そうですね、うん、雇ってくれへんっていうか雇う必要がないシステムを企業は導入するよね。うん、トラブル回避したいしね。だって基本的にさ、その店長がトラブルを起こすっていうのはないやん。末端が起こしよるやん。そうですね、残りますからね。うん、まあ、良くも悪くも記録残るよね。そうですね。あれうまいこと使えばいいけどね。うん、何やったっけな、アビル裁判所やったか裏世界ラボやったか忘れたけど、なんか最後にめちゃめちゃいいこと言ってるよね。犯罪系の動画にはさ、うん、最後に。法律は知らなかったからといって許されるものではありません。法律は知ってる人の味方なのですっていうのがあって、確かにその通りやな、うん、いやそんなん知らんかったけど、そんなん知った上で物買わなあかんの、いや当たり前でしょって話じゃん、うん、実際こうやって車運転してるけど、うん、なんかこう違反した、警察からピーで止められた、うん、そんなん知らんかったで、では通用せえへんよね。うん、
そうですね、うん、でも実際道交法っていうのを全て分かった上で、うん、覚えた上で運転してる運転手なんかまあおらんっていうことなんよね、うん、だからみんな多分知らず知らずのうちに平気に違反してるんよね、うん、こんなんあんのみたいなとかたまにあるから、うんうん、知らず知らずのうちに平気に違反してるけれども、うん、したいけれどもそれがバレてないだけ、うん、でもバレた時には犯罪なわけやから知らなかったでは許されないよね。そうです、ね、それが法律の怖いところであり美しいところでもあるんやけど、うん、そしたらぼちぼち終点ですかね。そうですね、うん、一周帰ってきました、ね、はい。そしたらドライブはこれでおしまいなんで、これもおしまいにします。ではまた。さよなら。